こんにちは、宮田和人です。はい、ようやく届きました。ビーツスタジオバッツ、待ってました。はい、久しぶりにちょっと長袖着てるんですけどね。この間まで34度、今日18度と、もう寒暖の差がね激しすぎてね、もう体壊しそうなんですけれども、ですね、ずっとね使ってたんですよ。何よって話なんで、もう最近主語がない。Apple の、AirPods 初代、初代 AirPods ずっと使ってて、で AirPods Pro が出た時にね、まだ全然使えてたんでいいかなと思って買いそびれて、で AirPods Pro 2を待ってたんですけど、まあなかなかね、こう半導体不足とかなんだとかかんだとかで出てないと。たらまあこれのね、まあ リークというか、情報を見たので、ああじゃあまあこっちを買ってみようかということで、で初代の AirPods はもう何ヶ月も前に、うちのメンバーにあげちゃったんですよ。なんで数ヶ月ちょっとねイヤホンがなかった、まあ、ヘッドホンはありますよ。あのビーツスタジオワイヤレスのね大きいのもね、あのカバンにも入ってますし、あるんですけども、あのちょっとその辺に、まあ、例えば銀行行く時にペッてつけていくとかっていうイヤホンがねなかったので、待ち遠しく待っておりました。で噂はね来週の17日に出るとかっていう話だったんですが、急にね先日、発表になり発売になりますということで、プレ予約みたいなのがあって10日かな11日発売かで、10日がプレ予約で、もうすぐ朝一でね、もうポチッとして、今5時半なんですが、いつ届いたんだっけ、4時半かな夕方の、いや今日間に合わないかなと思って、すごいなんかドキドキして、まあ明日になっちゃうのかなと思ったんですけど、中2日とかね、まあ田舎あるあるなのでなかなか届かないっていう。はい、ツイッターでなんかね、ヤマダ電機かどっかがね10日の日のプレ予約の時にもなんか店頭に並んでてフライング販売してたみたいなのもあったんですが、なんとか発売日の翌日届いてくれました。まず開けちゃいますか、開けちゃいましょう。はいはい、ということで、ブログ用の写真を撮るのにちょっと開けてみました。これね、ここにこう入ってたんですけれども、ペロッと開けて、これが本体。で、これの後ろ、ここにね、この、ビーツの、ステッカー。で、Apple Music がなんだっけ、3ヶ月無料の QR コードが入ってたり、まあ、取扱説明書、ここね、Android のマークがあって、今回はね、Android もサクッとつながると。まあ、あとは取扱説明書関係。イヤーピースが L と S なので、多分ついてるのが M と、で USB-C 二巻きぐらいなので、そんなに長くない、持ち運びに便利なやつって感じですよね。うん、でこいつが本体。はい、こんな感じで、今回は僕白を選んでみました。大丈夫かな、白ピント合ってるかな。はい、こんな感じでね、 USB-C、はい、で開けるとこんな感じ。こんなここにね丸いボタンがあるんですけども、これは iPhone というか iOS 系 Apple 系は使わない、Bluetooth、Android 系となんか同期するのに使うそうです。うん、iPhone はねいつも通り、AirPods みたいに蓋開けると、自動で認識するそうです。で右左よいしょ、こんな感じね。うん、ここが充電する端子。あのAirPods みたいに、まあ、あのそうめん出てましたけど、そうめんの下がカチャって下に行って、あれが充電になるっていうね、まあ、考えられた作りですけども、何でしょう、なんか謎の動物みたいな顔になってますけども。こんな感じで、ここが一応ねカチカチする物理ボタンになっております。まあ曲飛ばしたり、Siri 起動したり、ノイキャンついてるのかな、うん、を操作したりするのに、ここ右と左両方ボタンになっている。で大きさもまあまあこんなもんですよ。まあ AirPods 縦にするとこんなもんかなという感じなので、まあ、横長になったかな。もうねプロ持ってないんで、今回のねどうしてもノイキャン、外部取り込みとかのねイヤホンが欲しかったという感じでございます。はい、じゃあまあ多分すぐサクッとつながると思うんですけども、 iPhone と、接続していきましょう。はい、というわけでちょっとこっちにずれたということは、いつも通りこっちに iPhone の画像を出そうかなと思っております。はい、で、まあまあ iPhone の横にいつも通り AirPods と一緒ですよね、Beats Studio Buds
を、持ってきて蓋を開ける。多分ね、蓋を開けると下からいつもの絵が出てくるはず。開けます。はい、出てきました。 B2 スタジオパーツ接続、これだけです。まああれですよね、ビーツもねもうアップルの傘下なので、なんかのチップが入ってるんでしょうちゃんと説明せよみたいなね、うん、でこれでもう接続って押してしまうともう接続なので、このまま Bluetooth が接続されて、イヤホンは 100%、 ボディの本体は 95% という感じになっております。はい、で外してつける、外してつける、うん、まあこんな感じですね。あんまり見えないかな、遠くて。はい、今回白なのでこんな感じでございます。はい、で、はこのまんま行くとここか。あ、これ今あれか、画像収録してるからこれにならないのか。今ですね、 iPhone の画像というか動画、あの画面収録をしているので、イヤホンと同期はしてるんですけども、再生すると本体から出ちゃうので、後でスクリーンショットを載せておこうかなと思いますが、外部取り込みモードと、ノーフとノイズキャンセル、よいしょがよいしょあります。これ入れるのもちょっとね不思議な形なのであれですけども、慣れてしまうとスポスポッと入ります。はい、で、さっきもちょっと試したんですけども、ノイズキャンセルは、まあ、結構高音部カットしてくれるっていう感じで、ビーツスタジオワイヤレスの大きい方、あれは結構ねホワイトノイズもまあまあ大量に発生してゴーッと思いっきり消してくれるんですけど、まあ、そこまでではない感じかな。それでも、アクティブノイズキャンセリング ANC が、さっきねちょっと DVD を焼いてたんですけども、その音のねこうゴーとかキュイーンっていう音は消えてたので、まあ、だいぶカットしてくれてるんじゃないかなと思います。で、まあ、テレビとか見てたり、さっきは YouTube かな見てた時の外部取り込みモードは、まだそんなんでもないので、ちょっと明日銀行行くのにつけて、いろいろテストしていきたいなという感じはいたします。はい、で、最大8時間の再生時間という感じですね。で、急速充電、5分充電するだけで1時間の再生ができると、まあ、こういう急速充電もありがたいと、うん、Apple と Android に対応してますよと。で、サウンドもや、まあ、Beats なので、まあまあ、さっき音楽聞きましたけども、悪くない、うん、めっちゃいいわけではないです、ひどくもないですけど、まあまあ Beats の1万7000円なんでね、 AirPods Pro のね3万何歩と比べると1万数千円以上の差があるので、まあこれだけ音出ていれば十分かなという感じがしました。はい、あとはまあ Hey Siri とかさっきみたいに物理ボタンで、使えますっていう感じですね。まああと USB-C、 そんな感じかな。風ノイズ低減機能を備えた内蔵マイクでよりクリアな音声を実現って書いてましたね。うん、はい、まあまあまあ機能性能としてはまあ普通の、充電、何でしたっけ、 USB-C がね、ついてるんで挿して、充電しなきゃならないので、ワイヤレス充電は非対応です。はい、という感じですね。なのでライトニングと USB-C の、ケーブルを2本持って歩かなきゃならないとかっていう話がいろいろ出てるんですけど、僕 MacBook もねUSB-C なので、車でも USB-C の PD 対応の充電ケーブルとか全部積んでたりするので、この辺に関してはまあ別に2本だろうが何だろうがってそんなに気にはならないかなという感じでございます。はい、で、ですね、僕はですねいつも音楽を聴くときはですね、まあ、純正のミュージックアプリではなく、結構前にブログでも紹介したんですけれど、ユビオっていう、なんて説明したらいいんでしょう、イコライザーアプリっていうんですかね、それを通して音楽を聴いているので、いろいろ、まあ、もう昨日即日入手している、方々のやつを見ると、音がねやっぱりまあビーツなんでドンシャリ系だなとか、いろいろ他のイヤホンね、ソニーだとかいろんなアンカーとかいっぱい出てますけども、まあ、ノイキャンのテストとかいろいろされてましたけど、まあ音なのでね音なのでイヤホンなので音のテストをしてましたけども、僕は指を使ってまして、その指をの中に、
いろんなメーカーがこうバーッとありまして、もちろんビーツも入ってて、まあ、もちろんバッツは今出たばっかりなのでもちろんありませんけども、ビーツスタジオプロとか、スタジオ V2 スタジオワイヤレスとかいろいろやると、一応それで、まあ、ベストセッティングが入ってるんですよ。でそこからまあ自分でもうちょっと低音中音高音いろいろね、グリグリっといじれる、簡単なこう、まあ、ちょっと後でユビオのブログの記事あったと思うんで、概要欄にユビオのブログの記事貼っときます。アプリなんでそんなに高くないです。数百円で買えるんで、もう僕はもうそのアプリを通してしか聞いてないんですけども、まあ、純正で一番最初パッと聞いた時も、ああ全然悪くないなと思ったんですけど、ユビオを通して、でもう設定はですね、もうそのまんま、いつも使ってる、ビーツスタジオワイヤレスなのでっかい方ですねでっかい方のやつのまんまこれを聞いたら、すっごいさらにこうなんでしょう、一皮二皮むけたぐらいクリアにこう、で中音も少ないって言ってましたけども、指をで中音域を出すように設定したら、まあ低中高と綺麗に全部出て聞こえる、ようになったので、まあ、僕は音的には何の不満もないとまあそのまま聞けばね、きっと不満はあるんでしょうけども、僕指を使っちゃってるので本当に何の不満もない感じで、さっき聞いて、ちょっとテストしてました。でまだね、本当に来て数時間しか経ってなくて、充電してっていう感じなので、明日ちょっとね、それこそ銀行に、行くときに外部取り込み、ノイズキャンセルとかもろもろちょっとテストしながら行ってきてみたいなっていう感じはします。はい、うん、ようやく届きました。ただコスパはすごいいいんじゃないでしょうか。外部取り込み、ノイズキャンセル、そしてまあね、ビーツと、うん、言って、で音もまあノーマルでも別に悪くないし、でまあユビオの今いくらなんだろう、300円とかかなのアプリ通して聞くとめちゃめちゃいい音で聞こえるので、まあ、ちょっと不満のある方はイコライザー系アプリを通して聞いてみてください。それで 17,800 円、税込みですからね。うん、まあ、ちょっとねタイミング逃しちゃって、AirPods Pro を買えなかったのがちょっと痛いですけど、 AirPods Pro だって3万なんぼねしますからね、まあ、倍まではいかないですけど、まあまあいい値段しますけどね、うん、でまあそれも発売が AirPods Pro 2は来年とかっていう話なので、まあ、しばらくこれを使って、やっていきたいなと思います。はい、まあどうしてもねプロ2欲しいなと思って買ってしまったら、これを今度またうちのメンバーにあげて、来年のいつか分かんないですけども AirPods Pro 2を買うか買わないか、うん、その時次第ですけども、うん、それまではもうこれを使って、いきたいなと思っております。ということで、またまた、まあそんなにそんなにブログでアップで見せるほどのものもないんですけども、一応これのイヤホンのね、まあ、形状だとか開けた時のあれだとかっていうのをまたブログの方 URL、概要欄に貼ってますので、お暇な方は見てみてください。はい、なので、まあ、ちょっと使って1週間とか10日使ってみました。ちょっと時間があればなんですけどね、来週もちょっと撮影がバタバタと立て込んでるので、まあちょっと時間がある時にもう一回、ね、再レビューというか使ってみましたレビューをあげたいなと思います。はい、というわけで今日はビーツスタジオバッツ、1日遅れですけども、届いてちょっとテストしてみましたという感じのお話です。まあ、テストというよりはほとんど開封動画ですね。テストはもうさっきちょっと聞いたくらいなんで、ちょっと長時間まだなんですけれども、ご興味のある方は URL ブログもよろしくお願いいたします。というわけで、ビーツスタジオバッツでございました。それでは。